い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は初心者のためのウクレレソロ弾き方解説入門編、こちらをお送りしたいと思います。曲は小ぎつねですね。はい、で、今回解説に使用しますウクレレはこちらです。エルビスのヒロワン C コンサートサイズマンゴーウッドボディトップが短板のモデルなんですけども、これを使って解説します。はい、それではどんな曲かというところからまず聴いていただきたいと思います。どうぞ。聞いていただきました小ぎつねですね。前半がメロディーだけで、後半の方がそれにコードが入ってきてウクレレソロらしくなってると思います。はい、では実際の弾き方解説の方に行ってみたいと思います。はい、この画面の下の部分を見てください。はい、タブ譜という、譜面が出てます。正式名称はタブラチュアというんですけど、略して TAB と書いてタブと読みます。タブ譜ですね。で、見方はですね、皆さんがウクレレを今こうやって抱えてると画面の向こうでイメージしてくださいね。で、それをこうしてます。はい、上からネックの部分見ました。はい、ここがタブ譜の部分だと思ってください。こうやって上から見てます。はい。タブ譜で上側に見えてます。一弦、こちらですね。はい。画面で見てどうですか？これ上側にありますよね。はい。で、4弦、こちら側です。画面のタブ譜の下も見ていただくと、これ4弦なんですね。これをこうやって見てるとイメージしてください。はい。で、そこに数字が書いてあります。0っていうのは開放弦。どこも押さえないんですね。一番最初、3弦の0。この弦ですね。3弦の0。どこも押さえない。で、次の音が3弦の2って数字書いてありますよね。フレット2つ目。はい。ここを押さえます。はい。これが2です。で、その次、はい、2弦の開放、0って書いてありますね。はい、2弦、この弦ですよ。これを弾く。で、1、3という風になってます。これがタブ譜の見方です。実際、押さえる指なんですけども、1フレットは人差し指、2フレットは中指、3フレットは薬指、もしくは小指で押さえていただくと、この曲はいいと思います。他の曲はですね、もっと指がいろいろと動いていきますので、その都度変わっていきますが、今回の小ぎつねに限って、そういう風に指を使ってください。はい、それではまずはメロディーだけのところを行きましょう。はい、3弦の開放を弾きます。で、この弾くとき、ピッキングと言うんですけども、1本だけ弾くときは、このように弾いた指を持ち上げて弾いてください。まあ、ここまで大げさに上げないんですけどね、こういう感じです。こういう感じで空中に持ち上げてピッキングしてください。で、ウクレレを抱えるのは左手ではなく、右手の小指と薬指のこの2本です。これをボディのこのくびれたところから広がってくるあたり。これはウクレレのサイズ。皆さんの手の大きさも違いますので、この辺持ったら弾きやすい、この辺持ったら弾きやすい、いろいろあります。弾きやすい部分を支えてください。で、ここの小指と薬指、あともう一つはこの腕でここを抱えて、この2点でウクレレを支える。左手は弦を押さえるだけに使うようにしてくださいね。こうやって左手で抱えてしまうと、複雑なソロを弾いた時にウクレレがうまくホールドできなくなりますので、ソロをやりたい方はこことここで、ホールドして親指でピッキングと覚えておいていただくといいと思います。はい、それでは一番最初の部分いきますよ。3弦開放、2フレット中指で押さえます。次、2弦の開放、0ですね。はい、3、薬指で押さえてください。こうですね。で、2小節目、こうですね。はい、次の小節同じです。はい、こうですね。はい、その次いきますよ。
はい、こういう風に連続して弾く場合は親指のピッキング注意してください。弾いた後に次弾くまでの間に乗せて2弦ここにあるかなって親指確認してからやると、うん、って音が切れますので、切れないように連続して、はい、このこういう風に弦の上で一旦休まないように弾いてくださいね。はい、次行きましょう。はい、で同じ、今のところと同じ繰り返しですよ。切れてないですよね。こういう風に弾いてください。はい、で一番最後のところを2本同時に弾きます。3弦と4弦同時に弾くようになってますね。こうやって2本同時に弾く場合、3本弾く場合もそうですが、3弦と4弦同時に弾いたら隣の弾かない2弦にこの弾いた指を乗せて止めてください。はい、こういうことです。こう空中に持ち上げてしまうと2本が綺麗に同じような音量ではなりづらいので、必ず隣の弦に乗せて止めるというふうにしておいてください。3本弾く場合はこうですね、1弦に乗せて弾く。でこの時に1弦2弦の2本だけ弾く時、1弦の下にはもう弦がないですので、そのまま弾き切ってください。上に持ち上げずに横に弾くようにすると、綺麗に2本が同じぐらいの音量で出るようになります。はい、ここまではメロディーの単音を弾いてきました。この後は、ハーモニーをつけるような感じ、曲のコードの部分が入ってきますので、コードですよ、あの和音、日本語で言うと和音の部分が入ってきますので、ウクレレソロを弾いてる感がより出てくると思います。はい、メロディー単音が弾けるようになったらこの後も引き続き練習してください。じゃあ行きますよ。一番最初2本同時に弾きますので、さっきと同じ感じですね、コードで。その次中指で2を押さえる。押さえるのはさっきの部分、メロディーと同じ感じで押さえていただくといいです。こうですね。はい、1弦に乗せて今止めましたよ。で次432と弾いて、これも1弦に乗せて止めてください。こうですね。この指のことですよ、こっちですよ、こっち。はい、で次の小節いきましょう。全部弾くので、この時は全部横に平行に、弦と平行に弾くようにしてください。上に持ち上げると一弦がしっかりならないので、平行、はい、こういう感じに弾きます。で次の音を弾く時も、今押さえてる指は離さないでいただくと、綺麗にコードが残ったままメロディーを付け加えていくことができます。はい、次の音なんですけども、4弦の2フレット中指で押さえてて薬指、1弦の3フレット届きづらいわという方は小指で1弦の3フレット押さえていただくといいです。はい、はい、今のところで F から C のコードに変わりましたので、先ほど押さえてたのは全部離して、今の鳴らした2本だけを響かせるようにしましょう。はい、次同じ繰り返しなんですけども、4弦の2フレットは今度押さえないです。ここ薬指で言っても届くかと思います。こうですね。はい、で今2弦の3フレットに薬指を置いてると思うんですが、ここに中指で3弦の2フレットを乗せて、こうですね。はい、3弦の2フレット離します。こうですね。で中指で3弦の2フレットを離す。こうですね。はい、で今の繰り返しです。はい、ということで小狐弾き方解説をお送りいたしました。初心者の方はここから練習を始めていただくと、ウクレレソロも弾けるようになってくると思います。複雑なウクレレソロも、こういうのも最初は今みたいな小狐的な簡単なところから始めて、徐々に徐々にレベルアップしていっていただくと弾けるようになってきますから、焦らずに、最初から難しいのやらずに、簡単なのでメロディーを覚えていただくといいと思います。はい、今回弾き方解説に使用しましたウクレレはこちらです。エルビスのヒロワン C コンサートサイズ、ボディがマンゴーウッドのウクレレです。
トップが単板でできてますので引き込めば引き込むほどいい音になってきます。どうですか、これ結構弾いてるので豊かに響いてますよね。このマンゴーウッドの木なんですけど、音質的にはハワイアンコアとマホガニの間ぐらい。ハワイアンコアっていうとカーンと響く感じですね。で、マホガニはまあ簡単に言うとボワーと、豊かに響く。この2つが合わさったようなボワーンカーンっていう感じですね。別々に出るわけじゃないですけど、同時にそういう響きが出る木です。はい、これは結構弾いてますので、届いてすぐはこの音はちょっと出ないかもわかんないですね。愛情を持ってですね、楽しみながら弾き込んであげるとウクレレがだんだんよりなってくると思いますから、こういう音を目指してですね、皆さんも楽しんでください。いい響きしてますよね。はい、このウクレレの詳細につきましては価格やおまけ、動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますので、そちらで確認ください。初心者の方がウクレレを始めるときに必要なものが全部セットになっておりますので、はい、その辺も確認してください。いいですよね。はい、ということで BJ のウクレレ講座、今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではまた別のお話でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。いつもいつまででも